あ P&E の解説をしていきます。 P&E のまず最初のポイントは号令の1から4ですね。では手技からなんですけども、まず最初1ですね。1は引き手からですね、上段上げ受けと中段外受けになります。よくありがちなのがやっぱこの手の位置が上に行ったり下に行ったり、あと横ですね、上段上げ受け、こう勢い余ってやっぱりピッてやった時にこう行きやすいんですね、勢い余って。だからこの手の位置を正確にやります。上段上げ受けは額の前、中段打ち受けは肩の高さですね。これを正確に、はい、で次は、ここから持ってきました。その後に、右手ですね、こっちの上段上げ受けの手を下から持ってきて、この左手を耳にかぶせます。でそこから鉄槌ですね、はい、から1、2、次は足技ですけれども、足技はまず最初に、最初の立ち方からこっちですね、後屈立ちになります。その時によくありがちなのが、こうですね、こっちの後屈立ちの後ろ足が動いてない人が多いです。そうすると、見てください、ガニ股になりますね。なので、後屈立ちになる時に、このつま先を軸にして回す、足をね移動させましょう。でそして、下半身はこっち、横が正面で、体はちょっと斜め45度ですね。こういった状態になります、でその次に後屈から牙立ちになります、でここで注意したいのは、後屈立ちと牙立ちというのは腰の高さは一緒です。後屈立ちはやっぱり足がつらいので高くなりやすいんですけれども、ここをちゃんと低くして牙立ちにつなげましょう。はい、次のポイントは号令の5番です。牙立ちから横蹴りを蹴る場所ですね。ですね、牙立ちはこっちからですね、こっち正面として牙立ちからこういう状態ですね。牙立ちからで、ここがかなり格好悪くなる人が多いです。でやっぱり何が難しいかというと蹴りだと思います、横蹴りのハイキックとても難しいですね。まずはやっぱりきちんとね、そっと作って蹴るということですね。はい、次は号令の3から6です。後屈立ちからですね、はい、背頭受けをしながら足をすくって前蹴り逆突きで受けて前蹴り逆突きで諸手受けですね。でここでよくありがちなのが、蹴るときにやっぱ体が斜めになったり前かがみになったりする人が多いです。で、悪い例でいうと、ここからね、こうちょっと斜めになってますね、体が。で、これよくあります。ですからまず体はまっすぐのままですね、まっすぐにしたまま、そしてさっきと同じように手を動かさないでください。蹴るときに手もこうやって動きます、手を動かさないで姿勢をまっすぐにする。はい、最後のポイントは号令7から10です。最後ですね、後ろ向いてもろ手受けやってます。もろ手受けから回って下段払い、そして目つき上段上げ受け、下段払いをやって目つき上段上げ受け、この部分です。足からやりましょう。足ですね、ここから、前屈立ちに行くのはこっちの足を右足に前に持ってこないと真横にならないんですよ、体。よく多いのがこの後ろの足をですね、この前の足と同じぐらいの場所に乗って体こっち向いちゃう人が多くて、足はもっとこっちですね、左の方に持ってきます。そして下段払い。次は手ですね。手は受けました。そして
要はこの受けた手で目付けします。受けた手を一回引きます。引いて目を付くですね。頑張られて引いて目を付く。そして上段、うん、同じです。受けた手でを引いて目付けをしてください。よくね、結構混乱する人がですね、これで下段払いでこっちで目ついてる人がいますけれども、こっちの手でついてから、ね、この部分を気をつけてください。